ビジョン・ザ・富山さまざまな分野で活躍する人の素顔に迫りつつ富山への思い未来のビジョンを伺うコーナー「ビジョン・ザ・富山」今日のゲストは警察官 OB で。 富山市の広田防犯パトロール隊の隊長も務めつつ高齢者を特殊詐欺などから守るため被害防止の啓発に取り組むダマサーサレンジャー隊隊長,隊長として活動している福田俊彦さんですどうぞよろしくお願いいたしますダマーサレンジャーレッド福田俊彦です <laughs> よろしくお願いしますよろしくお願いいたしますそうなんですねダマサーサレンジャー隊の中の レッドででいいらっしゃるととうこあのそもそもこのダマサーレンジャー隊どんな活動を日頃してらっしゃるんでしょうかえっとまずですね、えっと、立ち上げたのはこれで約2年近くなるんですけども、えー、特にお年寄りの方が特殊詐欺の被害に遭う、うん、あの富山県でいうとなんか被害額がもう13億を超えてるぐらい、まあ、厳しい情勢なんですけどその中においていかにこの詐欺に えー、合わないかということを考えまして、うん、まず安全安心のためにそういった五人におけるゼロ戦隊というものを立ち上げたわけなんです。うん、はい。五、はい、人メンバーによる。はい、はい。そして各地公民館とかいろんなところで、はい、分かりやすく、はい、こんな時には騙されたらダメだよっていう,ような劇というか、劇って言っていいんですか一応あのヒーローショー。あ、ヒーローショー、ヒーローショーですね。<laughs> ヒーローショー。うん。 やっってらしゃる最初はですね広田硬貨だけにとどまっていたんですけどいろいろオファーいただきまして昨年から高岡へ行ってっと今週の土曜日は府中のふれあい館のところへ呼ばれていて日曜日の夜は砺波市の生姜町までこれっていうのはやっぱり本来は自分の広田地区だけにとどまっていたんですけどいろいろオファーを頂いて。 特にあの広田地区の、えー、自治振興会長の中野さんという方が、はい、かなり、もすごく防犯、はい、安全安心に、はい、造詣が深くてですね、はい、いやそういった狭いエリアじゃなくてうん、うん、広いエリア、うん、そう富山県全国を見据えて安全があってこそ、はい、初めて地域住民の安全が守れるんじゃないかということで。あの レッドのお尻を叩いていただきまして、はい、現在、いろんなところへ行っていると今、5人のメンバーという話がありましたけども、はい、まあ福田さんはあのー、警察 OB でいらっしゃってレッドですけど他の私、映像テレビの取材の映像見ましたけどピンクと、えー、いくつも色のそれはどういった方たち年齢も幅広かったですよね。これがです、ねうん、はい イエローは。中学校2年生。中学生なの。女性なんです。え、は、え、い、ピンクは。主婦の方やっていただいて。あとは、まあ、農業であったり。まあ、一般の勤め人であったりしています。はい、じゃ、いろんな年齢、いろんな活動、お仕事していらっしゃる方が集まって。そのヒーローショー。練習もね、必要ですもんね。 これやっぱり練習いるんですよね、うん、で特にあの犯人役との格闘シーンとかいうのは一長一短にはなかなかできなくて、うん、はやはりあの犯人役との意思疎通というか、はい、やっぱこの息がぴったり合わないと、うん、あの観客の子どもたちから見ても「はい、あれちょっとおかしいね」というふうにやっぱり言われるのでやはりいかにスピーディーに、えー、かっこよく決めるかというのは、はい、まあ大事なところで日々練習はしています。うんはい もうだからもう映像見た限り本格的に皆さん真剣にやってらっしゃるから、はいはい、だからこそその特殊詐欺防止のためのメッセージがね伝わるんじゃないかなっていうのをね、はい、思います、はい、ありがとうございますせっかくなので、はい、ちょっとどこかのセリフレッドとして、はい、このラジオでまあ、うん、今日は相手役いないですけど、はい、なんかちょっと福田さんやっていただいてもいいですかここではい、はい、ちょっとどんなふうに日頃やってらっしゃるのかまずあの 電話が突然かかってきて平島さんに突然電話がかかって儲け話があるよ、え何ってこう私どうすればいいのそしてまた犯人が最近では警察官を殴り捨て私は警察だとあなたは近く逮捕される銀行口座が犯人役にもうつまれてるというとものすごく怖いじゃいですでどうしようかというところに来てレッドが惨状でちょっと待った、その電話ちょっと電話を貸しなさい。 おいもし,もし,しい話、儲かる話はあるわけないだろう、お前はひょっとして特殊詐欺の手口をやっている犯人だなこんよかったですね、はい、まず電話に出ないことが一番なんです、うん、電話を取ってもおいしい話、儲け話は絶対に乗らないこと、うん、これが大事です。<は>レッッドからのメッセーージでです騙そこでキメポーズが 出るるわけでですね、はい、で5人でやるといいんあみんなでね5人で騙されんじゃーっていう感じで、はい、いや素てきすらしいい,、はい、いやラジオ聴きの皆さんいい声ですね思いません皆さんねとっても声の響きが、うん、あ,あマスクマスクマスクててね <laughs> あの福田さんはまあギターの趣味も持っていらっしゃって、まあ新聞にもねこの前出てましたけど、S.D.G.S. をね題材にした曲オリジナルソングを作って、中学生のお嬢さんと一緒に歌ったりとかねそういうのもやってたりとか、いろんな活動しておられます。これまでどんな歌を作ってこられてるんですか？と最近ではですね、今ほどあの平島さんから説明あったあの地球温暖化防止ソングというので、はい。ええ 実は私地球温暖化防止活動推進委員の委嘱状を受けてまして県知事から小学校4年生に対して授業を教えてその中で地球温暖化防止をいろいろ説明するということなのでそれが最新曲で先立っては富山のお寿司というかそういうのもそっちもやっておられるんですね。っやたりあとは山の応援 大野里も作ったんですけど、はい、最近、はい、で頑張ろう北陸」という震災をちょっと,、うん、えとそこに、まあ、焦点を絞って、うんはい、特に「ハザードマップ見たことあるか」っていうのはちょっとーバージョンはちょっと違うポップ系なんですけど、はい、そういったものもあの若い人に焦点を置いて歌ったり。はいはい てじゃあ今日はその中から今日はダマサレンジャー対対象なのでじゃあそれにちなんだオリジナルソングギターも持ってきていただいたのでえこれレッドになって歌った方がいいですかそうすると楽譜見えにくいでしょううそなんじゃあそれはやめて後で写真だけにしてギターを持ってちょっとえっ全部歌うの2分なんですけど半分切れますじゃあちょっと 一分も長いので三十秒ぐらいです。すいません、<laughs> すいません。あの、あ、一分経ってもいいという今ディレクターから許可が出ましたので、あ,あ,ありがとうございます。じゃあ一分オリジナル。はい。では私たちダマサレンジャー。電話がかかったその日から、特殊詐欺には気をつけろ。 お金が戻ると誘いかけ ATM へと急がせる公共機関の職員の肩書きなのを手だますんだお金が戻ってくると思ってたら犯人に振り込んでただから言っただろお金が戻るうまい話はあるわけない 電話がか,かったその日から「特殊詐欺には気をつけろ」「核請求には気をつけろ」「料金見られいといて騙すんだ」「ハガキ封書 SNS」「裁判だっただと脅すんだ」「自分だけは絶対に騙されないと思っていたのに」自分だけは 騙されない。一番それが危ないんだ。私たち絶対騙されんだで途中飛ばしました。はい、素晴らしい。いやー、歌詞もメロディーもオリジナル。はあ、あ、全部。<っ>全部自分で。だから今汗だくなられましたけど。はい。で、はっきり言って間違っていても誰もわからないみたいな。はいうん 前と違うなっていうのは気づくのは家族だけなんですいいんですよ思いが多分変えるとちょっと音程違ってたねとか多分言うと思うんです今ご家族がもし聞いておられたら「あお父さんちょっとこの前のバージョンと違ってたね」みたいなそれ3曲目だよみたいなそれだとっての県警音楽隊とのコラボを3回ぐらいさせていただいたそうなんです 歌うというのは私夢だったので、えーえー、実現してよかったなっ。が夢が叶って、はい、いやでも福田さんはまあもちろん警察をね勤め上げられて定年退職後にいろんなこういうね、はい、活動をしておられますけど、えー、なんか見習いたいと思いました。いや本当いろんな演だって先ほどもねあのご紹介ありましたけど、はい、西村雅彦さんプロデュースの、はい、まあ一般市民のが参加して、えー、劇。 をするその劇団ビンテージシアター富山のね活動もしておられるし、はい、こういういろんなことをやるエネルギーってどこから来てるんですかああ、えっと言えるのは、うん、今までできなかったことをしてみたい、はい、というのが基本線で、うん、あの警察官40年近くやってまして、うん、もう全力投球でやっぱり市民の安全安心を,をやってきて。はい ある意味おこがましいですけどやっぱり家族とかそんなプライバシーもちょっと犠牲にしたところがあったので退職後は今までできなかったことをしてみたいと思ったことをやりたい、はい、でも安全安心の基本線は組み合わせてはダメだと。 そこはもうライフワークというか、はい、お仕事も延長戦で、ええ、みんなの安心安全を守るのはご自身の使命だとね、ええ、そのリールさえ外さなければ、うん、やりたいことをやらせてくれよ<ー>みたいな仮面かぶってもいいし仮面かぶっても。<laughs> で今度はステージでね、はい、富山市の大久保ふれあいセンターでやられますけど、はい、これ演劇はどうですかやってみられてやっぱこれはやりがいありますあの小学学校3年生の時に唯一学習発表会で、うんはい セリフがありまして、うん、それでいいのかだけだったんですよ。一言のセリフがあったですね。はい、で常に主役の方が大体、うん、成績のいい方がやってて、うんうん、すごいなと思って、うん、それも一度やってみたかったみたいな。いつかはもうちょっと長いセリフがある役をやってみたいなと思ったら今度はセリフを覚えるのは大変だった <laughs> <laughs> で今回あのリメンバー見っていうのはちょっと主役いただいたので、うん、そうなんですね。えー、ぜひあのはい。 福田俊彦のの俳優の姿を見ていただきたい、はい、本当です、ね、いやでもあの40年以上ね勤め上げられて今を迎えてると思えない、はい、見た目もお若いですし声もねいろんな意味でもうエネルギーがもうどん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 あふれ出てる感じがあるので、はいえー、ぜひこのステージ上でのねあの福田さんがどんな感じかもねあの皆さん 演劇お好きな方、そうじゃないかともね、見ていただければなと思いますね。ねめっちゃ面白いですよ。あ、そうなんですね。間違いなく。間違いなく。なくすごいす、すごい。すごいんですね。元警察ですが、嘘をつきません。嘘はつきません,ん、ね。はい、せん課題広告なしということでね。はいはい、あのー、これから、まあ、やりたいこと、たくさんまだまだ、終わりだと思うんですけども。はい、うん、まあ、これまでの自分の人生も、振り返られながら。これから、こんなことを大事にして、こんなことを頑張っていきたいというのをお聞かせください。はい、やっぱり、大切にしたい。 人とのつながりを持って大きく輪を大きく大きくすると、うんはい、いろんな,なんか人生になんか豊,かた豊かさというか膨らみが出るのかなと、うんはい、でやっぱり何かあった時に困った時に助けてもらえる、うん、でまさにその俳優も一緒なんですけど、はいええ、セリフ飛んでも他のメンバーが補ってくるそういったやっぱり積み重ねなのかなとやっぱり人の輪ですかね大切にしたいのは。はい人との つながりがやっぱり大事なんです、ねはい。今日もあの平島さんと初めてお会いできて、はい、これもつながりなのかな。そうですね。はい、いやあのいつもこの番組打ち合わせなしでね、はい、生放送一本勝負みたいな感じでやってるんですけど、はい、今日はもうちょっとなんかよりいつもよりもこうドキドキ感というか、はい。<laughs> 私もドキドキしてハラハラ感というかありましたけれども5時間はもたねえやみたいな <laughs> あああの土曜日の5時間待機ラジオぐらいはもたないなという、ね、<laughs> 4時間53分ぐらいかなと <laughs> 長いじゃないですかあそう長いですね結構 <laughs> 最後に、はい、まだまだやりたいことこれからどんなことに挑戦していきたいですか、はい、まずはできないと思わないこと、はい、まずパッと目,で目に入ったことをやる、うんうん 迷ったら一歩前出るとこういうちょっと人生観でいきたいなと考えてますじゃあもうジャンル問わずどんなことでも挑戦やっていかれるでも安安全心はみさないとそうですねまたいろんなねところで学校や公民館いろんなところでねこの安心安全を守るための安全安心を守るための活動やっていかれると思うのでレッド頑張ってくださいこれからも。ありがとうございます ありがとうございました。島さん、今日レッド,のレッドにレッドの服装です。慌てて来られたんです。そうですね、合<笑><笑>このマスクレッドかぶったし。<laughs> あの私はちょっと遠慮してご苦労だと思いますけど <laughs> あ、はい、<laughs> ありがとうございました。ま,すまたぜひぜひこれからもいろんな活動をお願いいたします。え、今日はダマーサーレンジャー隊隊長福田敏子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。